ザユーズドとは、アメリカ合衆国ユタ州オレムにて結成された、ポストハードコアバンドである。バート・マクラッケン・ジェフ・ハワードバンドの公式な結成は2001年だが、メンバーは1990年代初期から前身となる、バンドで活動していた。バンドは1994年にストレンジッチという、名前で結成され、メンバーは、ブランデンスタイン・エッカート、ジェフ・ハワード、ジョエル・パック、 マット・ブラウンというものだった。彼らは1998年にセリフタイトルのアルバムをリリースし、1999年にはクイーン・ウォールマン、アシュトン・ジョンソンのメンバー交代に伴い、バンド名をダムラックに変更した。彼らは2000年にネイキッド・トゥルースという EP をリリースするも、直後にジェフ・ハワードがベースへ転向せざるを得なくなり、バンドは シンガー不在という状況に追い込まれる。シンガーの適性を見るテストはブランデンのベッドルームにて行われたが、クイーンが学生時代の知り合いであったバートマクラッケンに声をかけるまでは誰一人として彼らが納得できる歌声を聞かせてくれる者はいなかった。バートはバンドのメンバーに出会うとすぐに彼らの作り出した音楽を気に入り、いくつかの曲に歌詞をつけた。 それらは完璧と言えるほどにマッチしており、バートはすぐにシンガーとしてバンドに迎え入れられた。そして、これを機に彼らはバンド名をユーズドに変更した。一見すると、最初からバンドの根幹はいずれの名前を冠していた時も変わっていないように思えるが、ジェフはインタビューにおいて、それまでのバンドは何も成し遂げることのできなかったユーズドとは関係のないものだよ。 唯一良かったと思えるのは音楽とメンバー同士についての多くを学べたことかな。と述べている。バンドはバーと加入後にデモズ・フロム・ザ・ベースメントとして知られるデモ CD を作成する。ブランデンがゴールド・フィンガーというポップパンクバンドに所属するジョン・フェルドマンに数曲のデモを送ると、その中の A ボックスフル・オブ・シャープ・オブジェクツを聞いた彼はもっと多くの曲を送るように頼み。 だんだんと彼らの音楽に対する愛情と他のバンドが持っていない一線を隠す何かに気づき虜になっていった。彼はバンドに会うと彼らが契約を取ることを助けるためにレコード会社の人間の前での演奏の機会を設けた。しかし最初は根にも葉にもかからず彼らが他のどのバンドとも違いシーンを変えうる力を持つことを確信していたジョンは苛立ちを募らせた。 結局、バンドはより多くの人間にデモを渡すなどしてに、3のレコード会社からのオファーを受けると、2001年に、リプリーズレコードとの契約を決めた。2002年、ボストンのバンドがすでにユーストを名乗っていたことから、彼らはバンド名にザを加え、ザユーストとした。2002年6月25日、デビュー作となる、セルフタイトルのファーストアルバム、ザユーストをリリースする。 このアルバムからは、A Box Full of Sharp Objects, The Taste of Ink, Belied Myself Alive, そして Blue and Yellow の4枚のシングルがリリースされた。結果としてこの作品は100万枚を売り上げて、プラチナディスクを獲得した。この年、バンドは、War Up the Tsar, Oz Fest, Project Revolution, Box Car Racer の最初で最後のツアーに参加する。これらの効果によってバンドは、 さらなる人気を得ていった。2003年7月に、ザユーズドは、Maybe Memories という CD と DVD をセットに、した作品をリリースする。CD には、ライブトラック、レアトラック、未発表曲、デモ音源などが収録され、DVD には、バンドの歴史、メンバーの追い立ち、ライブ映像の一部が収録された。この作品は、プラチナディスクを達成した。2004年、 ザユーズドをバートの恋人が薬物の過剰摂取によって亡くなってしまうという悲劇が襲った。同時期には彼の飼っていた犬も事故でトラックに跳ねられて亡くなった。このことから彼らの2枚目のスタジオアルバムはバートが直面していた悲劇を反映して In Love and t h と名付けられた。収録曲の一つであるハード d 2 c はバートが以前に書いていた曲で 亡くなった恋人に対する自分の気持ちが完璧に重なっていることから、彼は彼女のための曲としてアルバムに収録することを決意した。この作品からは2005年の再リリースまでにテイク、It Away, All That I've Got, I Call to Fire の3枚のシングルがリリースされた。再リリース版には4枚目のシングルとなる、Under Pressure が収録されている。 アルバムは50万枚以上を売り上げてゴールドディスクを達成した。そして作品リリースに伴うツアーを終えた後、バンドは次の作品に取りかかるまでに7ヶ月の休養を取った。2006年の夏、掲示板でブランデン脱退の噂が囁ささかれ始めた。不確かな情報が飛び交う中、2006年9月12日、バンドはブランデンが脱退したことを正式に発表した。 バンドは長年共に活動してきた彼に多大な感謝を告げ、また彼の目指すものを尊重するという発表を出すことで、脱退は有効的なものであると強調したが、ブランデンはマイスペース上のブログでバンドから追い出されたとコメントしている。2006年後半、バンドはニュートランジットディレクションというバンドに所属していたダンホワイトサイズを新たなドラマーとして迎えることを、 発表した。ブランデンは前任ドラマーであったブレッドリードに代わるドラマーとしてランシ度に加入した。2007年のライブ。2007年2月6日、バンドはライブの模様を収録した CD、DVD セット作品のバースをリリースした。これは当初2006年にリリースされる予定であったが何者かがマスターテープを持ち去ってしまったことで 1> 約1年の遅れが生じた。収録内容はカナダにおける2005年のテイストオブ、ケオスツアーの公演を収録したもので、DVD には、インラブデスリリース後からのバンドの様子も収められた。この作品は50万枚を売り上げて、ゴールドディスクを達成した。2007年5月22日、バンドの3枚目となるアルバムの Rise for the Liars がリリースされた。 この作品は2007年9月の時点で24万枚を売り上げ、すでにザ・バード,ドザ・バーム、ライ t ー・ライ o ー、プリティ・ハンサム・オークワードの3枚のシングルがリリースされている。名義上の新メンバーはダンホワイトサイズであるが、この作品ではグッド・シャーロットのドラマーであるディーン・バターワースがドラムを演奏している。この作品はバンドの他のどの作品よりも長い。 6ヶ月という時間をかけて制作された。さらに、バンドはアルバムには収録されなかった9つの曲をストックしている。これらの曲は、後の2008年2月19日に EP、s h a ービ o w Believer としてリリースされた。プロデューサーにパニックアットザディスコ等を手掛けてきた、マットスクワイ i を迎えて作られた、ホースアルバム、アートワークを2009年8月31日に、 リリースした。同アルバムは全米アルバムチャートにて初登場10位をマークした。ファースト、サードアルバムまで一貫して、ジョン・フェルドマンを起用してきた彼らだが、初めてそれまでと異なるプロデューサーを起用した。作風としては、前作よりもさらにダークで、カオティックなものとなっており、全体的には、エモ色が強いデビューアルバム当時の雰囲気へと戻っている。2010年3月2日、 ザ・バードザ・ワームとアンライテッド EP の2枚の EP を iTunes にてリリース。2011年12月大手インディーズレーベルホープレスレコードと契約。2012年3月27日5枚目となるアルバム Vulnerable がホープレスレコードよりリリースされ全米アルバムチャートで初登場8位とするヒットを記録。今作では前作を除くファースト。 サードアルバムの3作品で手を組んだジョン・フェルドマンと再びタックを組んでいる。2013年7月9日には4枚目の EP、The Ocean of the Sky をリリース。ありがとうございます。